エルの喜劇。私の名前はエル。日々遊んで暮らしている。だが、これが私の仕事なのだ。とにかく遊ぶ。そして食べて寝る。日々これの繰り返しだ。だが、私が遊ぶことにより、 人々は熱狂し、私を称える。特に、子供への人気や凄まじいものがある。それだけ私の価値は高く、人々は私を求めているのだ。今日も、多くの人々が私の仕事ぶりを眺め、笑顔で帰っていく。帰りに、 私を模して作られた人形や食べ物を買って帰るファンも多いと聞く。その経済効果は数百億にも上るという。私を雇用する企業の収益は私の存在で決まると言っていい。この私の存在により多くの人々が救われているのだ。さて。 いろいろと語りすぎた。では、今日は疲れたので、これで眠るとする。では皆さん、ごきげんよう。ママ、パンダさん寝ちゃったよ。そうだね。じゃあ、他の動物見に行こっか。うん。本日のジャイアントパンダ、ルンルンの観覧整理券は、 配布終了いたしました。またのお越しをお待ちしております。